そうすると1万8センチのね、1万8センチのはこれは倍かと減かどっちですか。1万8千円。1万8千円。4万5千円倍。2万5千円倍。で、1万5千円倍。これも倍かだね。倍かね。はい。で、この倍かを持ってっちゃダメですからね。これ原価なんですか。はい。だから倍かから原価にしないといけないわけですけど、はい。その時に出てくる式が 66.66% もちろんかければいいですけど、まあちょっとこれ使います。これ使います。これ原価率ですからね。原価率。要するに4万5千分の3万ってこと。はい、これをかけてあげれば、こいつに、ね、つまり1万8千に3万かけて4万5千で割ってあげれば原価が出るんですよ。はい、だからちょっと計算してください。1万8000かける3万割る4万5000で出ますから。ね、出ましたね。はい、ということで、計算をしてあげるということで。今回ね、対象勘定法に、まあ、ここの話がちょっと出てきたんで、まあ、講義中はね、こう話しましたよね、レジュメでね。で、この図書いて、説明しましたね、授業中で、ね、日照日中の商業簿記の僕の授業では。ね、もう一つありましたからね、返品もありましたからね、授業中じゃなくてね。まあ、今回返品がないっていうケース。その後はまだちょっと楽になったんですけど。でもまあ基本的には同じような感じですよ。ね、講義でやった形で、出てきましたね。はい、で、この時に、ね、この1万2千を計算するためにはね、1万2千を計算するためには、はい、4万5千とか2万7千とか、ね、が分かんないと当然分かんないですよ、これね。1万8千って。そうだね。はい、じゃあ、4万5千っていう数値はね、まあどういうことやったんですか、ここでやってるんですよ、これ。疑問記録。微貌記録ですか。はい、仮にね、仮に微貌記録っていうのはやってもやらなくてもいいしわけだから、やんないとしわけなし、これで間違いないですかね。微貌記録だから、やってもやらなくてもいいしわけだから、そもそもやんねえと。そしたらここもやんねえってなるんですよ。そうだね、ここやんねえってなっちゃうんでしょ。でこことここの仕分けやんねってなっちゃったら差額、これ計算できる？できないよね。だってこれ分かんねえな、ね、ここも分かんねえ、これは分かるよ、2万7000円、これ分かんねえってなっちゃう。分かんねえ分かんねえって言ったら分かるわけ、ね、はい、だからね、忘れないためにやっておきましょうと。どんだけ相手方がに言ってるのかっていうのがね、分かるように、ちょっとこれ微貌記録やっていきましょうよっていうことですね。いいね。でこの4万5千とやっていくことによってね、売り上げた都度もしくは返品された都度ね、こうやって取り消すわけですから、対象金額で取り消すんでね、はい、取り消すからこそ残高が分かるんですね。ここに4万5000があって、2万7000取り消すからこそ1万8000という残高が出てくるんですよ、初めて。ね、いいですよね。はい、で、もう一つは、はい、ここの勘定科目ですよね。勘定科目、はい、この勘定科目は、まあ、講義中に言いましたけども、何でもいいんだと。例えば A でも B でもいいんだと思います、ね、だから A とか B とかやっとったとしたら、ここも A とか A とか B とか A になりますね。取り消すっていうのは。ね。そしたら A、借り方 A4 万5千ってやったとしたら、ここは A ってことですからね。記号で。ね。でも A の残高は1万8千ちゃんと出ますから。ね。だからここの勘定科目は何を使っても基本的に構わないよって話もしましたよね。ですね。はい。だから、ね、今回はたまたまですよ。今回はたまたま使用、ね、未集金と。
市を借り売り上げて使ってるだけですから、たまたま、ね、たまたまね、たまたま、ね、ですか、たまたまですよ。だから使用販売っていう勘定科目であるかもしれないし、使用販売売掛金ってやるかもしれないし、それは分かんないですよね。分かんない、何が来るかね。まあ、ここが対象勘定法の非常にね難しいところ、2級で難しいところ、ね、2級レベルでは難しいところですよ、ね、はい。だからね、まあ、僕のホームページではここの話もたっぷりしてますよ ね、 ね、模擬講座というか、ね、2級上級とかでやってますからね、またそっちの方も、見てもらってね、さらに深まってきますけども、このね、あの第2問に関しては、今回ね2章2級の第2問に関しては、あ、ちょっとね、まあメッセージとしてはあれですよね、ちょっと特殊商品売買難しくなってきますよっていうね、メッセージありますよね、これから、ね、だから第2問でもう2回出てるんで、ね、2回出てるからもう3回目4回目、おそらくこれからもバンバンね、特殊商品のやつが出てくるでしょうけどね、原価率3点まではさすがに出てこないと思うんだけど、2級でね、ちょっと1級で当たり前なんだけどね、だからちょっと1級からポリッと降りてきてるレベルのやつがね、まあ、ちょっと2級の方では今後は出てくるかなという予想はつきますね、うん、でも、まあ、あんまりビビることになるね、結局あのレジュメレベルの仕分けがまずしっかりとできてね、これがまずしっかりとできてね、ですかね、この一番下の仕分け以外は全部できますからね、あのレジュメができてれば、ね、だから31日以外の仕分けはレジュメレベルで十分できますから、まずレジュメをしっかりと復習して、僕のレジュメね、基本レジュメ、あれをしっかりと復習して、まあ、一番最後ちょっと難しいですけどね、これやるのにね、3番の発言ですし、ね、ちょっと難しい、形になってますけどね、まあ、それ以外は基本レベルの話ですから、ね、だから結局特殊商品売買もね、あの出てきたとしても仕上げを積み上げるっていう方でやるんですよ、ね、はい、それをしっかりとね、マスターして、まあ、要するに基本が大事ってことね、基本が大事ってことですよ、それをしっかりと踏まえておいてやってください。はい、では第2問の、ね、解説は以上にしましょう。